はい、宮古の城オステオパシー治療院の海老原孝弘です。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回は寝不足がダイエットを邪魔してしまうダイエットの敵である理由についてお伝えしていきたいと思います。この動画をご覧いただくことで寝不足であるほどダイエットが難しくなってしまう理由がわかります。これは理学療法士とファスティングマイスターである私の知識と経験から話せる内容になります。このチャンネルでは健康美容、ダイエットに必要な食事とか生活習慣の情報とか、なかなか治らない痛みや症状を改善する方法とか、セルフケアを毎日お伝えしていますので、お見逃しがないようにぜひ今すぐチャンネル登録をお願いします。ということで、寝不足がダイエットの敵であるということについての話になります。で、これはですね、研究の結果から分かっていることで、寝不足であるほど甘いものの摂取量は増えてしまうということが分かっているんです。で、あなたはですね、こんな経験ないでしょうか。その夜更かしをしているとですね、なんか甘いものを取りたくなってきちゃうなって。でも夜だからどうしよっかな、甘いものを取ると太っちゃうなみたいな考えつつ、やっぱり甘いものを取ってしまうみたいな経験ってないでしょうか。私はですね、略療法士の実習中にこういった経験が結構たくさんあって、もう思いっきり太っちゃったんですけども、実習中ですね、理学療法士の実習って結構ハードなんですよ。夜なかなか寝れないっていうことは結構ザラなことで、理学療法士ってね、そのレポートがあるんですけども、もう今はもうだいぶなくなってきたんですけどね、私の当時の理学療法士のその実習の時にはレポートめちゃくちゃあってですね、一番ひどい時にはそのレポート99枚みたいな時もあったんですよ。一人の患者さんのね、その症例報告という形でその患者さんについてのデータを99枚にまとめるみたいなのもあって、で、結構ね、まあひどい寝不足の状態で実習をこなさないといけないですね。まあ一番ひどい時はね、沖縄の実習の時なのか、1日の睡眠時間 1.5 時間みたいな時もあって、もう結構ね、ボロボロでしたね。もう死ぬんじゃないかなみたいな思ってたんですけども、そういった時にはね、やっぱりその寝不足、かなりハードな寝不足の状態ではめちゃくちゃ糖質取りたくなるんですよ。だからその実習中はですね、私は1日1こうダースっていうチョコレートあるじゃないですか。12個入ったダースっていうチョコレートがあるんですけども、それですね、1日1箱か2箱かずつね、その夜中取るようになってしまって、実習中だけでね、多分5、6キロ太ったんですよね。だからまあそれは太るやなと思ったんですけども、もうどうしてもその欲求に勝てないんですよ。だから今回のその研究を知ってですね、まあ見てですね、まあ、このものすごく私は体験したので納得できる話だったんですけどね、あ、やっぱりね、寝不足ってやっぱ糖質欲しくなるよねと思ったところでした。で、もしもですね、あなたもそういった過去にですね、寝不足の時に糖質めっちゃ取ってたっていう経験がある方はですね、そういった寝不足によって食欲を暴走させられていたという可能性があるんです。で、今回の研究はですね、筑波大学の睡眠に関する研究チームが行ったもので、マウスをですね、睡眠不足にした状態で摂取行動に、食べ物の摂取行動にどのような変化が出るかというのを比較したものになります。で、この研究の結果、睡眠はですね、深い睡眠であるノンレム睡眠と浅い睡眠であるレム睡眠があるんですけども、このうちレム睡眠、浅い睡眠の方が不足しているマウスでは諸糖、つまり砂糖の摂取量が増えたという結果になったんです。ですから睡眠不足の状態、レム睡眠が現れないような睡眠不足の状態だと、糖質を取りやすい、糖質を取りたいという欲求が強くなってしまうということが分かったんです。確かに、ね、その夜中に食べる糖質ってとても魅力的ですね。もうなんか悪魔の魅力みたいな感じる時があるんですけども、やっぱめちゃくちゃ取りたくなっちゃうんですよね。まあ、夜ご飯からね、ちょっと時間が夜中まで空いてきちゃいますので、血糖値が徐々に下がってきちゃって、脳がその糖質欲しいみたいになっちゃって、糖質取っちゃうというのもあるんですけども、まあ、こういった研究結果がありますので、睡眠不足の状態、もう夜だけじゃなくてね、その昼間でも睡眠不足だったらその糖質取りたくなっちゃうという研究結果になったんです。だから寝不足の方はですね、糖質が欲しくなるってことをよく知っておく必要があるんですよ。じゃないとね、もう痩せられないし太っちゃいますよね。で、絶対にですね、寝不足の方はもう糖質は取らないっていう、まあ、全く取らないのもまた問題があるんですけども、そのご飯とかのね、糖質とか、取らないといけないんですが、まあ、余計な糖質、例えばお菓子とかね、そういった糖質とかは取らないというふうに考えておくことが必要になります。もうここには、ね、断固たる決意が必要なんですよ。寝不足はですね、こういった肥満に、糖質を取りたくなって肥満につながるだけではなくて、私の過去の動画でも話しているんですけども、死亡率も上げてしまう健康的にとても恐ろしい影響力のある
悪い習慣なんですよ。で、睡眠不足が死亡率を上げてしまうということについて、これ研究結果からも分かっていて、で、この死亡率を上げてしまうことについて、前の私の動画でですね、そういった話をしているのがありますので、そちらの動画もですね、下の説明欄に、動画のリンクを貼り付けておきますので、そちらの動画もぜひご覧ください。睡眠不足はね、結構悪い影響が大きいので、あなたの人生の質めちゃくちゃ下げちゃうんですよ。なので、そちらの動画もぜひご覧になって、睡眠不足はね、解消する必要がありますので、ぜひ参考にしてください。ということで今回は寝不足が糖質の摂取を促してしまいますのでダイエットに失敗しやすくなってしまいますというお話をさせていただきました。で、今回ご紹介した方法をはじめとして私がこのチャンネルでご紹介する方法はあなただけではなくてあなたの大切な方を助けることになる大事な情報ですので見ただけで終わらずに実践してそしてあなたの大切な方に教えてですね一緒に健康になれるように努力しましょう。もし私の治療院とかファスティングにご興味のある方は下の説明欄にホームページのリンクを載せておきますのでそちらからホームページをご覧ください。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。動画が少しでも役に立ったなと思われた方は見ただけで終わらず実践するためにどのように実践したいとか実践した感想などぜひ今の気持ちをコメントに残しておいてください。また LINE アートでは動画の更新情報を毎日お届けしているほかご相談やご質問などの無料相談あるいはこのような動画が欲しいなというようなご要望なども受け付けておりますのでぜひご登録ください。あとはですね下のグッドボタンを押していただけると嬉しいです。最新動画のお見逃しがないようにこちらのチャンネル登録もお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。